次は京都大学科学研究所のバイオマティクセンターの後藤進先生にお話しいただきます。ではよろしくお願いいたします。ご紹介ありがとうございました。私も、さっきの佐藤先生もそうなんですけど、やはり九大出身で、高木先生が上の部屋におられた頃に佐藤さんは助手でおられて、僕は学生で、いつもいじめられたというか鍛えられてきました。で、今日の話はですね、統合データベースというか、データベースで我々が作っている研究というシステムがありまして、その話をしてほしいということでしたので、その概要と、ちょっといろいろ多岐にわたる、データベースなので、その中でも最近、新しくこう作ってきたような、ものを2つご紹介したいと思います。それが経過アトラスと経過アノテーションというものです。で今日の内容ですが、経過というのはご存知の方もおられるかと思いますが、京都エンサイクロピーディア・オブ・ジンズ・アンド・ジノームズの略で、遺伝子、それからパスウェイなんかの100回実験を作っていこうという、目的でやっています。で、今日 の、 募集要項というか、を見ると、ライフサイエンス分野のデータベースを効率よく利用したい人に来てほしいと書いてあったので、そういう立場から本当は話した方が、いいのかもしれませんが、それはちょっと最初に少しだけお話したいと思います。で、後半で2つの、最近の話をしたいと思います。で、まずペックですが、大きく分けてですね、いろんなデータベースがあるんですが、カテゴリーとしては3つに、分かれます。で、今これ、1つ目が、左下に書いてあるゲノムの知識って書いてますが、これはゲノムがどんどん、解読されて、配列の情報ですが、塩基配列の情報、それからタンパク質の配列の情報が得られてきますので、そういう情報をデータベース化して使えるようにしていく。それから、ゲノムとちょっと、対照的になるんですが、代謝系とかですね、生化学の知識なんかを見ていくと、当然そのゲノムとつながるんですが、化合物、ゲノムには直接コードされていない低分子の化合物とか膜とか、そういうのがあるわけですが、そういう化合物の情報をデータベース化しています。で、それが右下に書いている化合物の知識区リガンドというもの。で、もう一つは、それらがこう、生態の中で複雑にこう相互作用し合って働いている情報を、うまくこうデータベース化してやろうということで、そこに工事機能で書いてますが、そのつながりの情報を、表した結果パスウェイというもの、それから、機能を分類して、遺伝子、人だと、2万とか3万の遺伝子があるわけですが、それぞれの遺伝子がどういう機能を持っていて、似たもの同士をこう、まとめて、分類するというようなことをやった、ブライトという情報があります。で、これらの情報を、相互にこう関連付けて使えるようにしていくというのが一つの、統合データベース的な使い方で、でさらにですね、この直接データベース間のこう関係をこう使えるようにするというだけでなくてですね、いろいろツールを使って、例えばゲノムの知識を自分が、配列を持ってきたときに、そこからパスへの情報に、うまくこうマッピングしてやるといったようなことができるような、ツールを提供しています。で、今日はそのうちこの2番目の CARS というやつを、紹介 します。で、あと化合物の方でもそういうツールの提供をしてますが、今日はちょっと、省略します。で、あとデータベースがですね、どういうふうにこう使えるかということで、結局いろんなデータを持ってるんですが、当然全ての、生物学の情報をカバーできるというわけではなくて、これちょっとすごく大雑把に書いてるんですが、現在カバーしているもの、していないものというのを、簡単にまとめてみました。で、ゲノムの情報に関しては、遺伝子の配列、それから、タンパク質のアミノ酸配列なんかの情報がありまして、それぞれにその遺伝子がどういう機能を持っているかというアノテーションを、つけています。で、ないものはですね、例えばゲノムの中にその遺伝子を発現するためのプロモーター領域とかですね、そういう制御、情報なんかもあるわけですが、そういうものは今のところ結局には入っていませんし、
コピーナンバーのバリエーションとか、それからスニップとかですね、そういうバリエーションの情報も入ってます。で、あと、タンパク質の配列はあるんですが、立体構造の情報というのは別にデータベースがありますので、そういうのは入れています。それから工事情報としてパスウェイというのはありましたが、これは基本的にマップって書いてますが、割とその静的な、ネットワーク図ですね。こういうネットワーク図を書いてまして、それがその代謝系、制御系、それから病気に関係するような、代謝系のマップとかですね、それから薬の開発の歴史のマップなんかを、作っています。で、こちらはですね、さらにその、シミュレーションとかしたい場合には、そのシミュレーションのパラメータなんかを、入れていかないといけないんですが、今のところ結局にはそういう情報が入っています。あと化合物ですが、化合物は二次元の、カメノコっていうかですね、構造の絵はありますが、もっとその細かい物性とかですね、そういうものは、今のところ入れていません。であと反応の情報なんかは入れてますが、その速度上昇とかも、入れてません。で、使い方としてはこの辺の、結局に入っているものに関してはそのデータをそれぞれ対応するものとかですね、関連するものにリンクを貼って、ウェブで検索していくとこう辿っていくようになる。でさらにそので、他の結局にないものに関しては、これは外部のデータベース、結局以外のデータベースでそういうものを持っているものっていうのは結構ありますので、そういうデータベースでリンクを貼っておいて、やはりそのウェブでこう見ていくと、その外部のデータベースに直接飛んでいくといったようなことができるように、なっています。それで、そのリンクということですが、このパスウェイの、ちょっと小さくて見にくいかもしれませんが、一個一個のこの発酵、これ、解凍系の絵なんですが、ここがグルコースからこうピルミン酸に行って、こう、樹脂が入るに入る経路で、この辺、酵素の情報と化合物の情報があって、この辺クリックすると、酵素の、データベースに飛んだり、化合物のデータベースに飛んだりしています。でさらにその最近ちょっとパスウェイ、これ絵だけじゃなくてですね、こういう文章でパスウェイの説明を書いて、関連する、これを作る元になった文献なんかには、リンクを貼って、これはパブメド、ちょっと細かくて見にくいですが、パブメドへのリンクになってまして、パブメド自体は当然アメリカの NCBI にありますから、そちらに飛んでいくという形になっています。で、もう一つ のツールを使ってこうリンクを付けるというような、話を、少しやってまして、これその一つの例なんですが、ケッガレーという、これ Java のツールを作ってまして、これは何をするかというと、アレイですから、マイクロアレイとかですね、プロテインアレイの発現の情報です。どのタンパク質、どの遺伝子がその細胞の中でこう働いているかというのを、こういう色付きで、例えば赤いやつが発現してて、緑のやつは発現が落ちてるとかですね。それから、遺伝子だけじゃなくてですね、化合物、最近メタボロームという言葉があって、化合物もそういうモラ的に調べることができるようになってますので、化合物の情報も、同じようにこうこのツールの中にこう呼び込んでですね、どれ以上、どれぐらい以上がこう出てるかっていうのを決めてやって、パスウェイのリンクにがありますので、これで、辿ってやると、実際の結局のパスウェイを、この情報を使って検索してくれて、例えばそのパスウェイの中でどの部分が発現がかかっているかというのを、遺伝子の情報とそれから化合物の情報と両方見れるような形に、しています。でこういうふうにユーザーのデータも、アップロードして使えるようにするということをやっています。で、こういうふうにして、ある意味緩い統合をしていってるわけですが、今日の話でこの後結局アトラスという話をするんですが、この結局の今ここにお見せしているパスウェイのマップっていうのは、各生物種ごとにですね、大体120個ぐらいのマップがあります。解凍系があって TCA サイクルがあってガシスの代謝があって、いろんな分類があって、こういうマップが120個ぐらいあるので、これを一個一個個別に見ていくのは結構大変なので、それをまとめたやつを作ってやりましょうということで、ケッグアトラスというのを、これ今年の夏ぐらいから公開してるんですが、割と操作できるような形で全体像を見せてやると。で、グローバルパスウェイと書いてますが、
さっきの120個のマップをですね、まとめて、統合化して、こういう全体像を出すように、しています。でこれ今までこの絵だけはですね、実は作って撮っておいたんですが、いろいろこの上に情報をマッピングしたりですね、色付けしたりすることができなかったので、その辺をできるようにしたということで、特徴が、大きく2つぐらいあって、1つ目は今まで GIF のイメージファイルでこういう、画像を持ってたんですが、SVG というフォーマットにしてですね、さっきの絵だと四角の箱と丸いところにこう色がついてたんですが、今度はその線の部分にも、それをオブジェクトとして持つことができるようになったので、色付けをすることができるようになりました。それからこの図自体をですね、こう拡大縮小して、本当に見たいところだけ見出てることができるようになったんです。で、あと、モジュールっていうのを定義、し始めてまして、その大きさから言うと、こういうふうな順番になるんですが、一番大きいアトラスっていうマップの大きな絵があって、で、さっきのこれはその120個ぐらいのマップからこうなってるということで、マップがあって、で、今まではそのマップの中の一個一個の分子にこうまたリンクがあるというような形になってたんですが、その間にですね、その解釈の中でも、マップの中でももう少し細かく機能分類というか機能的なまとまりというのが定義できますので、そういうのを定義してもう少し細かい色付けができるようにしているということをやっています。で、これはその例なんですが、これちょっとあまし見るんじゃなくてサンプルそのまま撮ってきたんで、大体どんな感じかっていうのを見るだけで、ここに今ちょっと空ですけど何か入れてマッピングすると、その入れたものだけ色がつくというような形になって好きな色がつく。で、同じようなものをですね、ガンのマップっていうのも作ってまして、ガンが関係しているようなですね、ガンの原因遺伝子が関係しているようなシグナル伝達系がメインですが、そういうパスウェイを、作ってます。で、これも、14個今ガンを、大腸ガンとかですね、肝臓がんとかいろいろありますが、そういうものを取ってきて、そのがんの種類ごとにこう色を付けして、どこが関係しているかとか、原因遺伝子で報告されているものはどういうものかというのが、色付けで見れるようになっています。それから生物種ごとのマップというのが、当然あって、ゲノムが今までできている生物種が800ぐらいあるんですが、さっきの全体像の中で、例えば人が持っているのはどの部分ですかといったようなのを、これはゲノムの中で機能のアノテーションしてやって、対応するところだけ色がつくようにしてやります。で、というわけでここまで結果アトラス の、お話をしたんですが、そこの URL で、使えるようになってますので、興味がある人はちょっと見てみてください。で、生物種ごとのグローバルマップをこう定義って言ってるわけですが、ゲノムの配列っていうのが、年々こう増えていってまして、今さっき800生物種、ほとんどバクテリアですが、ぐらいの生物種のゲノムが報告されているというふうに言いましたが、最近、年に、150とか200近いバクテリアのゲノムが、パブリッシュされてデータベースに入ってきています。ですから、そういうのを使って生物種ごとのグローバルマップを作るという作業をするにはですね、そういう新しく来たゲノムにアノテーションしてやって、代謝記憶を作ってやるということが必要になります。で、今までは結局で、基本的には全部こうアノテーターの人が、目で見て一個一個こうアノテーションしていってたんですが、とても追いつかなくなりつつあるので、なんとか自動のアノテーションをする必要が出てきましたということで、もう一つの話題であるカースの話をちょっとしたいと思います。でカースっていうのはそこに書いてますように、結合オートマティックアノテーションサーバーということで、ファスタ形式のですね、アミノ酸配列をこう、例えばバクテリア5000個の遺伝子があったら、5000個のアミノ酸配列の情報を、サブミット入れてウェブサーバーに上げてやると、そのアミノ酸配列一個一個に対応するですね、遺伝子の機能との対応、それからその機能がどういう階層分類の中にあるかというような情報
で、さらにそれに基づいて、パスウェイへマッピングして、パスウェイを作るということをやってくれます。で、これは自動サーバーなので、一応そこのウェブサーバーでもですね、公開してまして、皆さんが、例えばまだゲノムプロジェクトとかやってる人いないかもしれませんが、ゲノムプロジェクトでゲノムを決めた後にですね、遺伝子のコード領域だけは決めてもらわないといけないんですが、コード領域を決めてもらって、その中の、配列を、アミノ酸配列と言いますが、塩基配列でも一応受け付けるようにはなってまして、を入れてもらうと、自分でどんなパスウェイができるかというのを見ることができます。で、基本的にやってることはですね、血管の中にある遺伝子の情報に対して、ブラストを、ホモロジーサーチをかけて、似たものを探してくるということをやってます。でただ、少し工夫しているのは、バイディレクショナルベストキットという方法で、より確かなものだけ取ってくるということをやってまして、ここだけちょっと英語で申し訳ないんですが、基本的には今言った通りで、遺伝子のリストが与えられて、データベースに対してブラストをかけて、でホモロジーがあるやつを取ってくると、バイディレクショナルベストヒットっていうのは、2つのゲノムを比較してやってですね、こっちから見て、こっちで一番似ているものを取ってきて、こっちから見て、こっちから一番似ているものを取ってきて、お互いに同じものだったら、多分同じ機能を持っているでしょうということを、仮定して、機能を再生という方法ですが、あとちょっと細かいヒューリスティックスなんか入れてますが、そこは、今日はちょっと省略しまして、それで、同じ機能を持つもの同士っていうのをこう集めてきて、で、もともと結局のデータに入っている、遺伝子のアノテーションをもとにですね、新しい遺伝子に、機能をつけていくということを行っています。で、こういうのをですね、やると、遺伝子の自分が入れた遺伝子の ID に対して、こういう KO の、オースログ、こう機能の ID だと思ってもらいたいんですが、機能の ID のリストが出て、それがパスウェイにマッピングされるということができます。でこれ、せっかくネットにつながっているので、ちょっとこれ時間かかるので、昨日やった結果だけ少しウェブにあるので、お見せすると、結果としてはですね、さっきの、これ人の遺伝子なので、もうすでにアノテートされているやつなんですが、例えば人の遺伝子のリストをですね、アミノ酸配列のパスタ形式で入れてやると、こういう、ちょっと見にくいですけど、KO の対応、アノテーションの対応表が出てます。で、これを、ですね、パスでにマッピングすると、こんな感じでですね、代謝系のカーボハイドレート、解凍系にどれぐらい遺伝子があるかというのが、マップがいきなり出ますね。出てきます。でさっき の遺伝子のリストは、こっちのブライトハイエラーキーの方を見ると、ネットワークハイエラーキーで、例えばその代謝系で、カーボハイドレートメタボリズムで、解凍系なんていうと、この遺伝子のリストがこう出てくるということになります。で、この中で、さっきのですね、ケープアトラスにもマッピングすることができまして、それを出したのが、こっちにも出してるんですが、これで、こういう拡大縮小は今、こういう形で、全体図がこう見えて、この濃くなっているところが対応するものがあったところです。で、拡大していくと、見えてですね。でもさっきのモジュール値というのは、例えばこういうところが、反応2つ分ですね。遺伝子に関しても、KO っていうのは、これがそうなんですけど、オーソロジーが2つ分あるので、遺伝子2つ分の、機能モジュールとして定義されているところがありましたということが分かるようになります。で、もうほとんど終わりなんですが、で、それが、これで。で、こういうふうにしてですね、基本的にはデータベースを我々も作ってるんですが、それをこううまく統合して使えるようなツールっていうのを、作るようなことをやってまして、
今回お話ししたのは建具アトラスと、まあ、カーソンによるパスウェイ再構築の話をさせていただきました。で、まあ、今後はですね、今やってることは割と中間代謝、代謝系のマップに関しては中間代謝が多いので、まあ、二次代謝の活性っていうのは、特に植物とかですね、いっぱい持ってますが、その辺が、まあ、分かりつつも結構あるので、そういうのを言えてます。それから、それでも分かんないようなものは、これは少し研究的な色彩が強いんですが、新しい経路を予測するというようなシステムの開発もしています。あと、今は、我々 そのデータベースのある程度はマニュアルでやってるんですが、ちょっとさっき言ったようにそのゲノムのこう増加に追いついていかなくなりつつあるので、カースを使って自動アノテーションを組み合わせてやっていくという方法も考えているところです。はい、この辺が開発に関係してきている人です。